この動画では脳アミロイドアンギオパチーの画像診断について説明していきます。脳出血があった場合にはその出血の原因を探る必要がありますが、特に高齢者の皮質化出血の場合にはこの脳アミロイドアンギオパチーが原因であることが多く、出血の原因として非常に重要な疾患です。この動画の目標としては脳アミロイドアンギオパチーの病態について知ること、そして診断に重要な撮像法や撮影シーケンスについて知ること、そして脳アミロイドアンギオパチー関連炎症という病態について知ることという順番に説明していきたいと思います。キーワードについてはこれらのキーワードについて説明していますので、これらのキーワードに興味がある方はぜひここから先の動画もご覧いただけたらと思います。それでは始めさせていただきます。まず症例を提示します。76歳女性の右上下肢脱力の患者さんの症例です。 CT で左の前頭葉の皮質化に出血が見受けられます。このような出血が見受けられた場合にはその後原因検索が行われますが、この方は高血圧の既往はなく、その後行われた CT アンギオグラフィーでは血管奇形はありませんでした。そこで MRI が施工され T2 スター強調画像と SWI にて皮質質化を中心に多数の微小出血が見受けられました。この方は認知機能低下のエピソードもあり、脳アミロイドアンギオパチーが原因の質化出血と診断されました。脳アミロイドアンギオパチー、セレブラルアミロイドアンギオパチー以下 CAA と略しますが、アミロイドタンパクと呼ばれるタンパク質が皮質皮質化の血管、軟膜の血管、つまり非常に細い血管に沈着する病態です。アミロイドタンパクはこのように様々なタンパク質がありますが、最も多いのはアミロイド β タンパクと言われています。脳卒中、認知症、脳症と関連があるとされ、高齢者の疾患ですけれども臨床的には高齢者の非高血圧性の出血の再発、多発する皮質質化出血、くも膜下出血などを起こします。しかしこのような出血を起こしますけれども高血圧は必ずしも伴わないとされています。また脳梗塞とも関係があり、一過性脳虚血発作の症状等が出ます。認知機能と非常に関連が深く、アルツハイマー型認知症との合併が多いとされ、アルツハイマー型認知症の患者さんが脳アミロイドアンギオパチーであると後で分かったり、その逆であったりすることもあります。また重症化するとアミロイドアンギオパチー関連炎症、アミロイドアンギオパチー関連白質脳症、アミロイドアンギオパチー関連血管炎などと呼ばれる病態に進行することがあります。脳アミロイドアンギオパチーでは皮質や軟膜の非常に細い脳の表面の血管の壁にアミロイド β タンパクが置換され血管が脆弱になると、そしてその部分に微小動脈瘤ができることによってその動脈瘤が外れ脳出血が生じます。脳出血の種類には皮質のすぐそばの皮質化出血、こちらは皮質に及ぶことがあり脳様型出血と言われることがあります。またマイクロブリーズと言われる非常にちっちゃい出血が多発する脳微小出血、こちらは分布が特徴的で皮質や皮質化に多いとされ深部は稀とされています。またこの脳甲の部分にヘモジネデリンと呼ばれる鉄物質が沈着する原極型脳表ヘモジデリン沈着症、もしくは原極型脳表ヘモジデロー質と言われる病態があります。これらの脳出血の検出には CT だけではなく T2 スター強調画像、もしくは磁化率強調画像と言われる SWI と言われるシーケンスが非常に有用です。脳アミロイドアンギオパチーの画像診断には微小出血を含め出血の検出が重要ですが、出血を検出するためにはこのような磁性の変化を検出し位相分散として低信号で捉える磁化率と効果を捉えるシーケンスが必要となります。そのシーケンスは T2 スター強調画像と磁化率強調画像が有名ですけれども、 T2 スター強調画像に関してはこの動画で詳しく解説していますので概要欄にリンクを貼らせていただきます。ここでは磁化率強調画像 SWI について簡単に説明させていただきます。SWI はサセプティビリティ・ウェイティド・イメージングの略で、このように強度画像と位相画像を用いて強度画像に位相画像を乗じて画像コントラストを強調する撮像法です。わずかな磁化率の違いをこの位相画像で検出し、それを利用し画像処理を行い磁化率を強調していきます。原理としては 3D のグラジエント移行シーケンス、薄いスライサツ、高分解能、また高周波のみを通すフィルターで低周波成分をカットし、磁化率差による位相変化の情報のみを残したり、三軸の流速補正、また最小値投影法による再構成などによって T2 スター強調画像よりも磁化率効果を鋭敏に検出することができます。臨床応用としては今回見ていく出血、石灰化、静脈構造の病室などに用いられています。
脳アミロイドアンギオパチーでは皮質皮質化の微小出血が重要です。微小出血は T2 スター強調画像もしくは SWI で自家律効果を反映した低信号で病出されます。微小出血はその分布が非常に重要で、脳アミロイドアンギオパチーでは皮質皮質化の脳の表面付近に分布することが特徴的で、深部に生じることは稀とされています。しかし小脳には出血があっても良いということになっています。それに対して鑑別の問題となるのは高血圧性の出血ですけれども、こちらは大脳基底核や視床など深部に生じることが特徴的で鑑別のポイントになります。左の症例は脳アミロイドアンギオパチーの症例ですけれども、こちらのような皮質皮質化の脳の表面付近に分布しているのに対して、右の高血圧性の脳出血の微小出血はこちらは視床の部分に生じていますが、大脳基底核や視床などの深部にあるということが鑑別のポイントになります。しかしこの両者が混同して生じる場合もあるため、その場合は注意が必要です。続いての特徴的な画像所見は原極型脳表ヘモジデリン沈着症、もしくは原極型脳表ヘモジデローシスと言われる画像所見です。一般的に脳表ヘモジデリン沈着症はスーパーフィシャルサイダローシスと言いますが、ヘモジデリン、つまり出血によって漏れてた赤血球の最終産物が脳表、脳実質に沈着し神経症状をきたす疾患のことを言います。分類としては小脳や脳幹など構図外科や脊髄を中心に微慢性対称性、つまり全体的に左右対称に病変が生じる古典型、もしくは原極性に病変が生じる原極型に分かれます。今回のアミロイドアンギオパチーによる脳表ヘマジリン沈着症ではこの脳孔に沿ったこのような T2 スターや SWI の低信号である原極型について扱います。臨床症状については古典型では肝黄性難聴や小脳失調、脊髄症、認知機能障害などが報告されています。つまり聴神経にヘモジリンが沈着された場合は難聴、小脳に沈着した場合は小脳失調、脊髄に沈着した場合は脊髄症など、沈着した部位によって臨床症状が出るということです。原因としては脳動脈瘤や脳動静脈瘤など様々なものがありますけれども、アミロイドアンギオパチーも一つの原因として考えられ、このような脳孔に沿った脳表ヘモジリン沈着症が見受けられた場合にはアミロイドアンギオパチーが鑑別の一つになります。脳微小出血に関しては自家律効果による T2 減衰を反映しているため、 T2 強調画像系のシーケンスで低信号で見える特徴があります。しかしその見え方に関してはシーケンスごとに異なり、どのシーケンスで見やすいのかを把握しておくことは重要です。こちらは高速スピンエコー法シーケンスをベースとした T2 強調画像、こちら拡散強調画像ですけれども、モーションプロービンググラジエントをかけない B0 画像、こちらグラジエント移行法シーケンスがベースとなっています。そして一般的な T2 スター強調画像、自家律強調画像を示したものです。これらで、同じ症例、同じ断面を撮像してみましたけれども、この微小出血に対する感度に対してはやはり自家律強調画像が最も見やすいと思います。自家律強調画像と T2 スター強調画像を比較した場合、このあたりの微小出血に関してはやや T2 スター強調画像が見にくい印象を受けます。そして T2 スター強調画像をベースと考えた場合には MPGE を加えない B0 画像ではこの部分の微小出血が病出されていません。高速スピンエコー法シーケンスの場合には180ドパルスで位相が補正されてしまうためさらに見づらい印象があります。よって出血に対する感度は高速スピンエコー法を用いた T2 強調画像、 B0 画像、 T2 スター強調画像、自家律強調画像の順番に高くなっていくものと考えられます。また自家律強調画像に関しては最小値投影法で画像を表示することもできるため、さらに出血感度を上げることができます。以上のことから脳微小出血の検出には感度が高い T2 スター強調画像や自家律強調画像が有用で、感度だけで言うと特に自家律強調画像が有用だと考えられます。しかし、前回から病状が増悪していないかのフォローの場合には注意が必要で、例えば前回 T2 スター強調画像で撮像しており、今回自家律強調画像のみを撮像してしまった場合は、この2つの出血に対する感度が異なるため病状が進行しているのかが非常に分かりづらいと思います。よってフォローの場合には必ず同じシーケンスを撮影しておくということが重要だと思います。
高齢者の皮質下出血以外にノーアミロイドアンギオパチーが原因として考えられるものに沿外部くも膜下出血があります。沿外部とは脳の上側の蓋のことで、このような部分にくも膜下出血が生じる病態を言います。沿外部脳表の血管の破綻によって生じるくも膜下出血です。こちらの症例では CT では右側の脳孔がしっかりと見えていますけれども、左側が不明瞭になっています。このような脳の上側のくも膜下出血というのは救急の現場では見逃されやすいので、必ずこの上側のスライスまで確認する習慣をつけるといいと思います。 MRI では所見がより明瞭で、フレアと T2 スター強調画像や SWI の合わせ技で診断していきますけれども、急性期や亜急性期ではフレアはこのような脳孔の高信号、 T2 スター強調画像ではヘモグロビンの変性を反映して自家律効果によって低信号となります。このような沿外部くも膜下出血の原因としては外傷が最多ですけれども、非外傷性の場合にはこのような原因が考えられます。こちらは N 数41で整理した文献ですけれども、最も最多なのはノーアミロイドアンギオパチー、続いて RCVS 可逆性血管捻縮症候群、脳静脈洞血栓症、動脈硬化、プレス、原因不明の順番となっています。その他、脳動静脈奇形、血管炎、解離、感染性心内膜炎なども報告されています。症状としては頭痛が多いですけれども、一過性脳虚血発作のような症状も多いとされています。この表を整理して分かるように、高齢者では脳アミロイドアンギオパチー、若年者では可逆性血管捻縮症候群をまず疑うというのは原則となっており、沿外部くも膜下出血とノーアミロイドアンギオパチーの関連は非常に重要です。ノーアミロイドアンギオパチーの診断基準にはボストンクライテリアと言われる基準が使われますが、そちらに脳表ヘモジェン沈着症の所見を加えたモディファイドボストンクライテリアという基準が使われています。確実やほぼ確実と診断するためには病理所見が必須ですけれども、CT-MRI 所見で臨床的にほぼ確実、疑いと診断することができ、画像診断が非常に有効な役割を果たしています。臨床的にほぼ確実と疑いの違いには、多発するのか単発なのかという違いはありますが、脳様皮質あるいは皮質下に限局する多発出血、もしくは限局型脳表ヘモジェン沈着症、年齢が55歳以上、他の出血の原因となる疾患がないといったものを見ることによって診断することができます。続いての症例は73歳男性で、認知機能の低下が急速に進行し、左不全麻痺、反則空間無視などの神経症状が出てきた症例です。フレアで後頭葉を中心にこのような不死性変化が見受けられます。 T2 スター強調画像では皮質皮質下を中心に無数の微小出血が散見されます。こちらはアミロイドアンギオパチー関連炎症によって認知機能の低下の進行、神経症状の増悪が疑われた症例です。アミロイドアンギオパチー関連炎症は、アミロイドアンギオパチー関連白質脳症、アミロイドアンギオパチー関連血管炎などとも言われ、アミロイド β タンパクに対する免疫反応及び周囲の炎症細胞浸潤による脳症とされています。アミロイドアンギオパチー患者さんの急激な神経症状の増悪を認めた場合にはこの疾患を疑います。臨床症状としては亜急性期経過の認知機能障害や痙攣が初発症状となる場合が多いようです。治療としてはステロイドの大量投与などの免疫抑制剤の投与がされますが、治療としては一般的に可逆的とされていますけれども、治療が遅いと不可逆的となることもあり、画像所見で疑うものがあった場合には主治医に報告すると良いと思います。診断基準としては確実とするためには病理学的所見が必要ですが、臨床症状と画像所見で疑いまではいくことができ、臨床症状としては急性あるいは急性期の発症、年齢が40歳以上、臨床症状のうち頭痛、意識障害、行動変化、局所神経症状、痙攣のうち少なくとも1つを呈するとされています。ここからは画像所見ですけれども、脳症を示唆する MRI の T2 強調画像もしくはフリアでの散在性もしくは融合性の高信号、こちらは多くは非対称性とされ、マサエフェクトや脳軟膜の脳実質の増栄効果はあってもなくても良いとされています。またここからはアミロイドアンギオパチー一般に言えることですけれども、 SWI での出血の所見ですね、多発する皮質皮質下出血、微小出血、細菌または過去の脳様出血とされています。もし仮に神経症状の増悪を認めた患者さんでアミロイドアンギオパチーと分かっていない患者さんがいたとして、フレアなどで高信号があると、そして T2 スターを取った際に
皮質皮質下に微小出血を認めた場合には、最も感度が高い SWI を追加撮影することが望ましいと考えます。また診断基準としては、腫瘍、感染症、他の病変を認めないということでございます。こちらは引用症例ですけれども、50歳男性の転換発作の患者さんの症例です。フレアで右の前頭葉を中心にこのような脳症を疑う高信号が見受けられます。こちらだけでは鑑別疾患が非常に多いですけれども、SWI を追加撮影することによって、皮質皮質下の微小出血が散見され、アミロイドアンギオパチー関連症と診断された症例です。こちらの症例は、造影が施工され、造影後の脂肪抑制 T1 強調画像で、この軟膜の部分ですね、脳の表面の膜の部分に増強効果が見受けられた症例です。それでは今回の動画の内容についてまとめていきたいと思います。今回は脳アミロイドアンギオパチの画像診断を中心に解説してきました。高齢者の脳の表面の非常に細い血管にアミロイドタンパクが沈着し、脳出血や脳梗塞を起こす病態です。高齢者のこのような皮質下出血、もしくは沿外部のくも膜下出血を見た場合には、必ずこの疾患を鑑別に入れる必要があります。認知機能と関連があり、画像診断としては、皮質皮質下の微小出血、もしくは限局型脳表皮膜髄炎沈着症が非常に重要でした。我々は撮影する立場ですので、シーケンスをいじる必要がありますが、出血に対する感度は T2 強調画像、MPG を加えない拡散強調画像、T2 スター強調画像、SWI の順番に大きくなっていきます。特に SWI は非常に小さな微小出血を検出することができますので、この疾患に対しては非常に有用だと思われます。また、神経症状の急激な増悪があった場合には、アミロイドアンギオパチー関連炎症を疑います。その場合には、フレアでの白質の高信号の主張や、軟膜の増強効果などをしっかりと見ていく必要があります。以上が今回の動画のまとめとなります。動画の作成にあたって参考にした書籍は以下の通りです。今回の動画が皆さんの普段の業務に少しでもお役に立てれば幸いです。それでは今回の動画はここまでにしたいと思います。お疲れ様でした。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。このチャンネルでは放射線技師向けの動画を発信していきます。一流の放射線技師を目指して、ためになる分かりやすい動画を目指していきます。気に入ってくださった方はチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。